高須スノーパークは岐阜県郡上市高須町の大日が竹東山腹にあるスキー場である。コースは全住にあり、イタリア製の15人乗りゴンドラと3本あるハーフパイプが特徴。山頂部分でダイナランドと隣接しており、連絡口が設けられている。東和観光が開発し1999年にオープン。本場の会場以来、2017年末開業予定の ミネヤマ高原スキー場まで日本国内でスキー場の新規開業は途絶えている。J マウンテンズグループが2006年に買収、参加に入った。2004から2005年シーズンから毎年 PSA アジアのプロツアーが行われているほか、2008年2009年にはスノーボードワールドカップの会場としても使われた。2010から2011年シーズンからは、 高須ス,スノーパークの1日リフト料金で隣接するダイナランドも滑れるようになった。2012年にマックアース参加のスキー場となった。センターハウスの2階に山岳ガイド会社パワーゾーンのバックカントリーデスクがある。トースキー場を起点に来日が高へのバックカントリーツアーが行われている。ガイドツアーとはいえどトースキー場間割外へ行くため山登りの体力はもちろん ある程度の格好技術一万一のための遭難対策が必要である。標高差600メートル。コース幅は若干狭いが初級者から上級者まで楽しめる。ゴンドラにより全コース滑れるレイアウトが人気。全リフトスキー場では人工降雪機で有名な柏山工業が施行している。ありがとうございます。